皆さんこんにちは合格者に学べゼロからの宅検試試験突破法というお題で2016年向け宅検試ガイダンスを始めていきます本日担当するのはレックス専任講師亀田ですよろしくお願いします はいえー、っとまあ本日のお題はですね、えー、先ほど述べた通り合格者に学べ、えー、ゼロからの宅ケ試験突破法ということでこちらのレジュメを、えー、ご用意くださいですねで主にこのレジュメを中心に見ていくんですがまあ今回はですねまあ確かにゼロからの宅ケン試験あるんですけれどもまあ 今年、残念ながらけ、えー、失敗した方も、まあ、一緒にね、えー、聞いてくださればと思います。で、えー、っと今回のレジュメの中にはですね、あのー、このように、えー、合格体験記ということで、えーまあ、掲載させておりますので、まあ、その辺を、まあ、参考にしてくださればと思います。まあ、やっぱりですね、えー、この試験、合格するためには合格した人の、ね、話を聞くことが今一番近道ですね。 で、えー、まあそういう人がどういう苦労したかどういう勉強したかどういう時間の取り方をしたかなんかは、えーまあ、これは結構参考になりますのでね、えー、まあその辺でこの体験記は今回ダブルさんということで、えーまあ、ご紹介させていただきますがその他にもですね合格体験記はレックの、まあ、宅建のホームページそれから各校ねレック各校に置いているパンフレット、まあ、そのパンフレットは まあ大きな書店なんかにも置いてありますので、まあ、その中でですねぜひ,ぜひまあ体験記というところで見つけた場合は、まあ、一読二読二ししてて、まあ、参考いいただければと思いますでその時ですね、まあ、その、えー、受講生さんが一緒になって勉強した、えー、講師もね、えー、と一緒に掲載されてますのであこの講師が、えー、とこの受講生さんを、まあえー、一緒に勉強してそして、えーまあ、合格に導いたっていう感じでね見ていただければと思いますね。 はい、で、えーまあ、今回紹介するのがそのルさんねこれ今2015の年末ですでえー、っとまあこれは2014年のね、えー、合格者のことなんですけれどもさすがにですねえー、っと せっかく書いてくださったこの体験記をですね私が朗読するというのも逆にめあの、ね、失礼かもしれませんのでまあようやく要点だけちょっと言っておいてですね、えー、それで進めていきます。ととととですねまあその前にあの今年末と言いましたが12月4日これ収録してますで、えー、と実を言うと昨日おとついですね12月2日にですね2015年度の宅建 えー、市のまあタケシになって初めての試験ですね。その合格発表がありました。で本来はまあこちらのレジュメに掲載したかったんですが、まあいかんせん締め切りというものがありましたので間に合いませんでした。えー、っと今回ちょっと臨時的ですがパワーポイント画面集でですね、えー、少しその機能を取ってね12月2日にあった合格発表まあこれを踏まえてまあ、えー、っと。 今回の、ね、ガイダンスも進めたいと思いますのでではパワ、えーポイント画面に切り替えていきますので、はいえー、平成27年、まあ、西暦でいうと2015年ですがその、うん「宅地建物取引試験の実施結果概要です」ですで12月2日に発表されました、ね、で申込者24万3199人 受験者、えー、19万人まあここまでは受験、えーとまあ、試験やった時には発表されてたんですが、まあ、それにしても5万人近くどこ行ったって話ですよね申し込んだうちの5万人近くは受験してません。で、えー、と今回発表になったのがこの受験者19万4926人を受けて合格者はい3万飛んで飛んで28人です。合格率ですなわち 合格者は受験者で割った数ですけれども、まあ、ここ数年の流れですと若干低めですかね低い方ですね。えー、そして、えー、合格基準点とあるんですがこちらが31点、まあ、いろんな予備校が30点だの32点だの31点だのってやってるんですが大体想定ないでしょうかね。 えー、この試験は50問4試卓一で一、えー、点による差別はありませんでその中でまあ31問得点すれば合格だということですで、まあ、合格率はまあ低くなったことは低くなったんですけれども、えー、卓研試験になったから合格率を意図的に下げるということはこれなかったはずですで去年などは17%台で確かに、えー 低くはなってるんですけれどもこれはこの試験の性格上合格ラインが31点32点になってしまうとそこに多数の人数が集まってくるのでどうしても、えーとまあ、おそらく自施団体の方は、えー、1 5 6 7ぐらいを想定する中でそこで一番近いようなところをね、えー、合格基準点としてるだけなので、まあ、今回まあ5.4っていうことはまあ まあたまたまと言いますかね、まあ、この得点の、えー、金合、まあ、い上致し方がないというところ意図的に下げたわけではないでしょう。えー、っと今回、まあ、予想はされてたんですが特徴としてはもう合格基準点,、ね、31点ですちなみにこの31点というのは私の手元にある資料で、まあ、手元ですね2001年からあるんですが、まあ、そこからでも一番低いですね。 20えー、31点は、ねえー、で逆に言うとこの31点というのは、えー、基準点とするとここ15年の中で一番低いんですけれども逆に言うとその分問題が難しいというととうころです、まあ、この傾向は、まあえー、2016年すなわち平成28年度になってもまあ変わらないところでしょうので、ねまあとりあえずは 特に今年受験された2015年度平成27年度受験された方は、えーまあ、この結果を踏まえてね来年度の対策は取っていただきたいと思います。ででです話は行ったり来たりで申し訳ございません。えー、こういったやっぱり、えーっとまあ、これ言われてるところですが問題自体が、ね、難しくななっ,っているとうころなんですね、えー、基準点が31点、まあ、このところですね、えー、っと数年前から36点の時代がちょっと続いたんですね。 でここ3年なんですが33点32点31点と1点ずつ落ちきてきるんですね。でこれがどこへ行くかどうなるかこれは誰も予測できないところなんですがやっぱり、えー、っとなんだかんだ言いてつ受験者全体のレベルが上がってきてますのでそうするとん問題自体も、えー、っとある程度難しくせざるを得ないという とといううころがあるんでしょうかねそうするといたちごっこのようになってどうしても難しい難しい問題となってきてまあこれはし方がないところです。そこでまあ今回はそういう難しくなった難化された達研試験をどう克服したかというようなものまあ一例ですがこちら、えー、レジュメに戻りますが、えー、合格体験ル W3 とあります。 ただ先ほど言ったようにですね、えー、と朗読するのも失礼極まりないのでポイントのところね上げていきますね。えー、とこのダブルさんなんですがまずこの1行目ですね。えー、宅建受験を決決めたは,い、動機は年新年新意です、えー、何もですねあの新年縁起のいい時にちゃんと決意しなさいこれがポイントというわけではなくて早く始めてるんですね。 下見試験10月です、えー。10月からまあ逆算してまあ確かに8月から始める方もいます。それから4月から始める方もいます。ね、えー、こちらの新年から。 ということは約10ヶ月かけて勉強なさったということなんですね。で、早く勉強するには越したことはありません。というのも、えー、っとまあ後ほどですね、あのこの試験がどのように難しくなっているかっていうのを紹介しますが、そういう難しくなった試験に対応するのはやっぱり早めの、えー、まあ学習開始これが欠かせないところなんですね。まあ今日のまあガイダンスの一つのポイントです。早めの学習開始ね。 それともう一つはこちらの決意なんですねで決意、えー、もう少し詳しく言うと宅検に受かると決めてください受かると決めてくださいねというのは、まあ、この試験もやっぱり、えー、受かりたいとか受かればいいなとかね まあ10ヶ月まあ仮に新年から始めたとして10ヶ月の勉強の中で大体受かりたいとか受かればいいなってなるとこっちに先ほど試験の概要を示しましたねもう一回見せましょうかねこちらですかねえー、っと申し込み者24万3000人いるんですね 会場で受験した人が19万4千だから引き算して約5万人の人が本当どこ行ったんですねあの宅検のもう一つの5人に一人ですねだから5人に一人ぐらいはもう適伝逃亡してるわけなんですねで、えー、っと緩い決意だとどうしても 試験会場まで行かないっていう。そしてま試験会場行ったとしてもほとんど勉強してない状態で行ったり、まあ、そういうことになってしまうし、やっぱり最後の最後の踏ん張り行かないから、まな、あ、んと言ったって受かりたい、受かればいいなよりも受かると決めること、まあ、ここがポイントですね。はい、えー、早期の学習開始と強い決意、まあこれが今日のポイントとなります。 でまあ、このダブルさんなんですが、まあ、この体験記読んでいただければ分かるようにまあそれだけやれば受かって当然でしょうんで結果としてどうなったかっていうと本番の試験では40点が取れましたとます、まあ強い志の中で、まあ、勉強が続けて40点これはこれでいいんですがまあ僕はこれあくまでもこの40点という結果は結,論、えー、まあ結果であってそ,のそれ以上に過程が大事だったと思います。で実を言うとですね あのまあ、この W さんなんですが実際に2014年度、えー、と私、まあ、主に関東横浜港で講座を担当しておりましてそこでの受講生の一人です。で正月に確か決意してで、えー、実際に勉強は始めたんですがまあ,あなんだかんだまあご自身のご都合とかで学校通い始めたのが4月でしたね。でえー、とまあ正直な話 取り立て優秀といいうわけでではないです、まあ。もちろん全然できないっていうわけじゃないんですが普通ですかねそれと、まあ、一応3ヶ月程度ご自宅で勉強したって聞いてたのでまあもう少しできてもいいかなっていうのが正直の感想でしたね、まあ、失礼な言い方かもしれませんがね。で、えーまあ、夏が来て、えー、どれぐらいになってるかっていうので、まあえー、まあ週に1回2回ちゃんと見てますからうーんなかなか伸びない。で、 やっぱり本人もその辺気にしてて、えーまあ、一応時間割いてやってて細切れな、えー、学習をやってるんですけれども一回覚えてててももどうしても抜けていく抜けていくのが早いとね。だから、えーっとまあ、問題集とかやってても分かってたのにあああっていうのが非常に多いということをねよく言ってましたでもその時は、えー、まあ誰もが通る道なんですけどそんなのも一回で覚えてそして、えー、得点つながるようだったら学校などいりませんからね からそんな一回で覚えるような人間はほとんどいません。みんな聞いては覚えて忘れてを繰り返していくんですね。まあ、だから気にするのは気にするな。ただそれ負けないように負けないように最後まで続けること。まあこれを口すっぱく言ってたんですね。でそのまま素直に聞いてくださっていざ模擬試験が始まるですね。えー、まあ9月まあ過強になってきますね。ま8月ぐらいから模擬試験もやってきてるんですけれども9月になって過強になった時にずっとなってしまったんですよ。 あの毎回のの試験の中でで持ってきてきくれるんですねこれだけ点数取れましたということで,でこれだけ点数取れましたっていう報告じゃなくてこれしか取れなかったっていう報告が何回か続いたんですね。でさすがに僕も危機感を持ってあれちょっと勉強の方法がっていうので、えー、と疑い言ってしまってでどういう形で勉強してますかっていうことでいろいろ聞いたんですが全然間違っていない。 もうそうしたら信じてですね、今こういう状況ですけどもう一回り二回りした時に必ず一気に伸びていくからそこは心配するなっていうのでまあ,あ気持ちをね、えー、っと前向きに前向きにっていうことだけを伝えたんですね具体的にこうしろっていうわけじゃないそうするとまあなんてことはありません。試、えー、試験、験、えー、本番の試験になって、えーっと まあ伊の一番に報告くださりましたかね。40点取れましたということで、まあ若干失礼ですが、えその取れたのというようなびっくりしたのを覚えています。でおそらくですね、まあしんどい中でですね、あのこの試験、えー、宅県の成績の伸びってだんいくわけじゃなくて、えー、っとまあ地道に地道にやってると一気に伸びていくんですね。その一気に伸びたところがこの W さんのご、えー、本番の試験。 の直前だったんでしょうねまあいいリズムでも来てたんですけれどもそうなっていくにはやっぱり強い決心これをずっと保っておくこととまあなんだかんだ言ってて強い気持ちがないとねなかなか続けられないところでしょうかね。まあ、だからこそ、まあ、結構事細かに体験記を書いてくれていますがねまさすがにこれだけできるんでしょうかね、えー、まあ勉強ですね、まあ、そこをまあ少しね参考にしてくださればと思います。でですね少し話は変わるんですが先ほどの 今年、えー、と平成27年度の試験、まあこれを踏まえてですね、えー、まあちょっと傾向、そしてまあこれを今年度、えー、平成28年の、ね、合格に生かしてほしいので、少し、まあ、近年の傾向なども話してみたいと思います。画面、もう一度パワーポイント画面集に行きます。はい、えー、もう一度ですね、えー、合格率が 14.、えー、失礼、15.4%、それから合格基準点が3 1 1> 1点ですねで先ほど言ったようにこの31点の要は過去15年ですがその中で一番低くなってます裏を返すとそれだけ難しくなっているんですね。でどのように難しくなっているかっていうことなんですけれどまあその通りですね。えー、多少いたちごっこしてますので、えー と点数が上がっていけば難しくして下げてというのの繰り返しです、まあ、ちょうどそれが今,、えー、今年2015年の試験なんかピークだったような気はします、はいでえー、どういう形で難しくしているか、えー、と詩を抹説、まあえー、言葉変えると重箱の隅をつくような問題ねそれから形式で惑わす問題これは後ほど紹介しますが、えー、と例えば会話形式で誤っているものはどういうものかというのを聞いてみたり えそれから、えー、ある制度とある制度を比較するようなね、えー、問題などなど多数ありますがそういう形式なものはしてきますそれともう一つですねしっかり覚えていいななけければ解けない問題ちょっと表現が抽象的で申し訳ございませんが、えー、まあ逆に言うとうる覚えででは解けない問題ですねこういう問題がごぞっと増えてるというところなんですね。で ちょっとあこの画面ででは一番下ののすねこのしっかり覚えていなければ解けない問題っていうことを少し紹介するとですね、えー、まあこれ昔に卓球受かった人を悪く言うわけではありませんがちゃんとその時はその時でしっかり勉強されてたんでねあのまあそうは言っても10年前15年前に受かった ギリギリ受かった人としましょうねギリギリ受かった人が今年の試験で受け,た受けて受かったかっていうといいや難しいと思います23点差で押してると思いますねえー、まあ難度が上がってるから当然でしょうねで、えー、ではその10年前15年前、えー、試験が簡単だったのかというとまあそうでもないというまあ紹介もありますで一つですね あのこの試験は4択でまあこれ逆もあるんですが正しいものを選びなさいあるいは間違ってるものを選びなさいっていうことでオーソドックスなパターンこの単純な正誤問題っていうのが大体、えーまあ、今少なくなったとはいええー、7割程度は占めておりますね単純な正誤問題ですね。であのー、10年前15年前がなで簡単とは言いませんが得点はそうですね。 言葉変得点しやすかったとなるとこういう素直な問題が多かったんですね。中身はまだ勉強してないのであれですけれど,ども、えー、読み解く上で「あ1番あ違う違う違う」「2番違う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 」「3番あそう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 確かそうそうそう」「だった」「いやような」でもまあ4番も違うからまあ3番なんでしょうっていうことで、えー、3番マークできてしまうんですね。うる覚えでも でえー、この他県試験の、まあ、半分とは言いませんが、えー、と20問近くはこのような問題です今でもね。で、えー、と10年前15年前はもう少し多かったんでしょうかね。でところがこのしっかり覚えていなければ解けない問題って何ですかっていうと例えばパターンでいうとこういうものなんですね。えー、と1番違う違う違う2番あそう違う3番確かそう4番空欄うん違うんですねこういうものですね。 うん。八線丸っぽいってやつなんですね。で、三番に丸したとしても、先うんうんってなってしまうんですよ。これ僕よくダミーと言ってるんですけれども、本来三番だけ見ると正しいとして判断できているところ、あえて四番も正しいっぽいですよっていうので誘い水かけるんですね。そうすると不思議ですね。 えっと左のパターンだとほとんどの人はこの3番にマークできるので同じことを聞いてても4番でこういったらしいっぽいものを一つ彫り込むことによって何かがこっちに流れていくんですねみんなじゃありませんここなんですねしっかり覚えてないとどうしても4番へ流れていってしまうこれわざとこういう問題を作成していってますとかこういう問題ですね 1>, えっと1番2番何が書いてあるかさっぱり分からないすなわち「死を末節なんですね。番、えー、番もそそううでですすだけ確かそうですところがこれもです、ね、しっかり覚えてないと、えー、やっぱり自信を持ってこれ3番丸できないんですね。それからこういうものもあります。えー、1番2番、はいえー、こちらと全く同じ知識聞いてますそれから4番もそうです全部自信を持って×できるんですが3番だけこの死を末節なんですね。 ははいい答えはそう3番しかないですねところが1も2も4もしっかり覚えて罰にしなければ3番が正解ということが導き出さないですねし、まあ、してました結局ですね。まあ、先ほど「塩抹節」をつく問題と言ってるんですが塩抹節は技として入ってきてそれが決定打になることはないんですね。 だから、まあ、特にこの2つね、えー、今回はこのしっかり覚えていなければ解けない問題、まあ、こういうように対応していかなきゃいけないっていうものですね今までだったら潤う上でもいいところをしっかり覚えていなければ解けないただしもう一回ですねを,すを聞いてくる問題でははなないといいととうことなんでですね、はい、で場面、えー、画面変わりますがこの形式で惑わす問題となると、まあ、どういうものがあるかというと、えー、こちらでしょうかね。 長文であったりねこれ,、まあこれえー、単純に字の数だけで言えないんですが例えば10年前だと、まあ、字数だけ少し数えてみたんですねそうすると大体1万6,000字ぐらいですかねそれから5年前になると1万7,000字それから今年とか去年になると1万8,000から9,000これだけ文字が上がってるんですねだから一文字1文の問題の長さが違ってきてそれだけ読む分時間がかかってしまうということです。はい 最近の権利関係の問題で出てくるような、えー、条文規定を判断させるような問題あるいは、えー、判決文またこれ長々としたね、えー、裁判長独特の言い回しで、えー、書いてあるこの文を読んでそして趣旨を判断させるというようなこれもやっぱり時間がかかります。それから個数問題これ先ほどですね1番2番3番4番として丸×でありましたが「えー、あいうえ」これの全ての足を「丸か「 罰かって答えた上で「丸はいくつありますか」「×はいくつありますか」っていうような問題です。ということは4子全て正確に回答できないと、えー、分かってないと回答できないような問題これ、えっと、5年えっ失礼しました5年ぐらい前までは50問のうち12問だったんですね。ところが、えー、4年前ですね2011年ですかねそこからですねまあ 個数問題が5問6問7問と急に増えまして今年2015年に至っては9問全50問のうちの9問がこの個数の問題でした。でこれにやられて時間食って時間が足りなかったっていうの、えー、方が結構いらっしゃいましたかね。はい、それとまあその他には、まあ、組み合わせの問題これは、えー、と正しいものはどういった組み合わせでありますか とか比較の問題、えー、これは横断的な知識を聞いてくるんですね。どうしても似たような制度の違いっていうのは、やっぱり受験、えー、受験している方々が一番苦手とするところです。まあ、そういうところをあえて聞いてきたり。 で今年初検断されたんですけれども対話式の問題ですねこれは、えっとまあ、マンション購入者と、えー、宅建業者従業者との、ね、会話の中でどれが誤ってますかこれも確か個数で聞いてきましたかね。まあ、こういう形でさまざまな、えー、内容自体を思いっきり難しくしてるわけじゃないんですけれども形式を変えて難しくしそして結論どうなるかっていうとどうしても時間がかかってしまうんですね。 2015年のの試験終わっったた後でですねこの声がめちゃくちゃゃく多かったんですね時間がかかりすぎて見直す時間がなかった模擬試験では一度もこういうことがなかったのにっていうぐらい時間がねでおそらくこの傾向は、えー、来年度移動も続いていきますのでやっぱりこういう時間がかかるような問題を えー、まあ早くというわけじゃないんですが時間内で読み解く訓練をしなきゃいけないということですそうすると、まあ、結論としては、えー、こういった問題、えー、しっかり覚えてなきゃ解けない問題や形式でまとまるされる問題はやっぱり時間をかけて問題を多数こなす以外にありませんそれから時間をかけて体力 まあ言葉変えるとまあ脳の体力ですから能力をつけるまあ私が作った造語なんですかねこれ何を言ってるかなんですけれども体力能力ね、えー、これも去年、えー、失礼しました今年の試験終わった後の感想ですあの他県予報まあ、えー、多く20問主催されるんですがそれが終わる頃になるともう頭使いすぎて働けなくなってしまったとであとは えー、ボンミスボンミスの繰り返しで分かっていったところをどん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 、えー、ミスしてしまったまあ、結局あの集中力まあ、言い換えると集中力ですかね、えー、と考えるその体力がちょっとなかったっていう声が多かったんですねやっぱりこういうのも長期の時間をかけて普段からまあ集中力を継続させるっていうようなことをやっておかないとなかなか難しいところだったんですねまあ、どちらもやっぱり時間をかけて やっていかなければこれは立ち打ちできませんそうすると結局ですね話は最初に戻るんですがこちらですかね、えー、対策としてはこの強い決意と早期の勉強開始ですねダブルさんの決意と一緒です強い決意と早期の勉強開始まあこれ以外に ありえないだろうまあ意外にありえないだろうとまで言うと言い過ぎかもしれませんが、えー、まあ近年のなんかした問題に対応するにはやはりえと時間をかけてそしてえやっていくという、まあ、早期の勉強というのがね、まあ、欠かせないところとなってきます。ねはいえー、まあそれをまあ手伝うというわけではありませんけれども、まあ、レックではえと、まあ、そろそろ本屋に並ぶ頃だと思うんですがレジュメのそうですね。 3ページになりますね。3ページですね、えーまあ昨えーまあ、今年からですね「詩に託研詩」えー、という言葉がありましたがその詩にあったテキストね、えー、これは最近の難化傾向に、えー、対応しているテキストこれ「デルジュン託研詩合格テキスト」となるんですけれどもこれがそろそろ本屋さんに並びますのでそれをぜひ手に取ってですね結構分量があります。えー 分野で3科目あってそれぞれ基本書と問題書ありますがねそれをしっかりやりこなしていただいて時間をかけてねそして、えー、まあ私はじめねさまざまな講師がいますでもちろん学校通えないっていう声もありますんでその時は、まあ、直前になるとさまざまな講師が通信教材なんか発売してますし、えー、まあ学校へ通える方は、ねえー、っといろんなタイプの講師がいます。まあ、例えばば面白いい講師もいれば あまり面白くない講師も今。ただ、面白くない、面白いっていうのはね、講義がいい、悪いとは限りませんのでね、その、まあ、お笑いが今一歩っていう方でもですね、えー、しっかりですね、えーと、裏付けを取って、そして、えー、講義されてるということですからね、えー、ちょっと、えー、誤解のないように。はい。まあ、そういういろんなタイプ。それから、まあ、賢い人もいれば、 これ今一歩じゃダメですす。ね、ぼ、まあ、ぼちぼちな方もいますただその知識が豊富な方もいるし、まあ、逆に言うと面倒見もいい講師もいますので、まあ、いろんなタイプの講師がいます。だから合、えー、う講師合う講師にまあ総合、えー、すればねでそしてまた、えー、合格が一歩近づくと思いますので、まあ、そういったのも、まあ、かなり、えー、豊富に、まあ、書籍も講師もラインナップしておりますのでぜひともですね、えー、っと2016年の合格にですね ま、力添えさせていただければと思っていますので、えー、ぜひぜひね、早期の学習で頑張っていただくようにしてください。はい。それではですね、えー、っと、卓研士のガイダンスですが、えー、合格者に学べ、ゼロからの卓研士試験突破法、えー、こういったお題でガイダンスでした。えー、本日は以上にて終了いたします。お疲れ様でした。